はい、まあ外出自粛なんですけれども、なんかでっかい感じで100サイズなんですけれども、来ました。こんな感じなんですけど、畠山さんのバッグなんですけど、限定のトート型リュックということで、こんな感じで、背負えるようにもなってるんですけど、まあ、素材が防水ということで、すごいツルツルというか、ザラザラじゃないですけど、ツルツルの水をはじきそうな感じで、こんな感じで開けるようになってるんですけど、まあ、これがだいぶ安く、定価5800円プラス税なんですけど、だいぶ安くなってたんで、PayPayポイントで購入しました。まあ、今手提げのというかショルダーバッグ使ってるんですけど、まあ、あれも大きいものではないんで、リュックが必要な時にはこれを使っていこうかなと思います。